玉川緑地広場公式野球場。玉川緑地広場公式野球場は、日本の野球場。東京都大田区の玉川砂岩川河川敷内玉川緑地広場の一角にある。かつて昭和中期低、後期、1950年代後期から1980年代、中盤に、プロ野球球団の読売ジャイアンツ、以下、巨人が、ファーム、二軍の本拠地球場。 イースタンリーグ所属及び練習場としていた。当時の名称は、巨人軍玉川グラウンドだった。玉川田園町府力地には、公式野球用のグラウンドが2面存在しており、このうち、上流側にある、公式専用の A 面が巨人が使用していた、東急場である、下流側の B 面は、公式、軟式兼用。現在は、草野球、少年野球などを中心に、 一般利用向けに供用されている。巨人が使用していた当時は、同級団が施設の管理を行っていた。現在は、玉川緑地広場管理公社が、大田区から業務を受託して、運営管理を行っているが、一級河川である、玉川の河川実機にあるため、敷地は所有者である国、国土交通省から借用している。1955年。 当時の建設省から巨人が敷地を借り受け、グラウンドの整備を行い、かつ、付随する施設を建設した。同年6月11日会場。巨人の第三期黄金時代、VQ、1961年から1974年を築いた、城之内国を、森正彦、長島修を、大貞春、黒江幸信、柴田沙夫、土井正蔵、堀内恒夫、 渡辺秀武、高橋十三、末次都志光、高田茂といった名選手もこの玉川の地で鍛え上げられた。また、巨人の合宿所も1967年に現在の読売ランド近くに移転するまでは玉川を挟んだ川崎市中原区のマリコ橋にあった。創設当時、玉川グラウンドと名乗る球場はいずれも対岸の神奈川県川崎市中原区にあった。 太陽ホエールズ、後に、トドロキ第二球場となった後、下水道処理場、トドロキ環境センターの整備伴い閉鎖と、東映フライヤーズ、後の被託、ホームフライヤーズ日本ハムファイターズ、現、川崎市摩川マリコ橋公式野球場のグラウンドと、合わせて3カ所あった。1974年9月1日にこの地を襲った台風16号の影響で、 グラウンドが水没し、約1ヶ月間使えなくなった。それより8年後の1982年の8月2日に、襲った台風10号の時は、約3週間使えなくなり、ベンチが流され、グラウンドがヘドロまみれになるなど、この時の被害総額は3000万円以上となった。この年はさらに9月にも、台風で水没している。なお4年とも巨人は中日ドラゴンズなどと、 優勝争いをしており、両年とも中日がリーグ優勝している。1985年10月、東京都稲城市と神奈川県川崎市多摩区にまたがる、読売ランドの敷地内に、読売ジャイアンツ球場など新たな球団施設が完成したのに伴い、大田区内の施設は使用されなくなった。その後も、巨人の選手が、時売りトレーニングに使用するなどしていたが、 1998年3月31日をもって、国との借用契約が満了したため、巨人からグラウンド及び施設が国に返還された。施設貸借契約満了直前の3月18日には、巨人の一軍全選手が、巨人軍玉川グラウンドをお別れイベントの一環として、最後の練習を行った。その際には、報道各社の現役巨人番記者のみならず、 かつて巨人版を担当した野球記者 OB も駆けつけた。また、3月22日には、巨人 OB などによるお別れセレモニーが行われ、OB による紅白戦が行われた後、藤田元次がボールを投げ、森正明が星としてボールを取って、1955年から続いた巨人軍玉川グラウンドの歴史に幕を閉じた。契約満了後、グラウンド及び施設は国。 当時の建設省から東京都大田区に移管されている。前日のお別れセレモニー実施から15年後の2013年5月9日、巨人二軍監督の岡崎香る、当時の発案で二軍練習が1日限定で守備練習のみという形ではあるが行われた。その折にはお別れセレモニーを行った当時の一軍監督である長島茂雄、現、 終身名誉監督も視察に訪れた。東球場の他にも、かつて、玉川河川敷周辺には、太陽ホエールズ二軍が、太陽玉川球場を、日本ハムファイターズ二軍が、日本ハム球団玉川グランドを、それぞれ巨人とは、対岸側の川崎市中原区内に所有しており、同様に、本拠地圏練習施設として使用していた。しかし、 その後3球団とも新たに別の場所に練習場施設を設け、そちらの方へ移転したため、プロ野球では使用されていない。対応は1980年、日本ハムについては2011年に閉鎖したが、その後、日本ハムの玉川グランドは、川崎市が土地の占有権を取得し、2015年に川崎市玉川マリコ橋公式野球場として、再オープンを果たしている。 グランドと堤防を挟んだ向かい側に、グランド、小池商店という軽食堂があり、巨人の選手の多くはこの球場での練習後に頻繁に足を運んでいた。店舗内には、歴代の巨人軍選手の写真やサイン色紙等が展示されている。なお、店舗は、巨人がグラウンド使用を終了した後も営業を続けている。元巨人投手でプロレスラーに転向した、 ババ翔平、ジャイアントババは日本プロレス全日本プロレス時代を通じ、1999年に他界するまで時間ができると、この玉川グラウンドに足を運び、前日のグランド、小池商店に顔を出していた。柴田勲が現役時代に玉川での練習の厳しさを歌にした。タイトルは玉川ブルースで柴田自身が作詞、作曲した。 バンダイナムコエンターテインメント旧ナムコの野球ゲームファミスタシリーズに登場する河川敷球場のモデルになった球場である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。